予約しますね。いやいや、私が予約します。いやいや、私が予約します。いや、俺がそういうの予約して。いやいや、まとめて俺が予約するよ。どうぞどうぞ。おい、せーの、いやー、楽しみ、みんな見に来て、遊びに来て。はい、ちょっとね、ちょっと寄ってね、やーのポーズのまま平行移動して来てね、来てね。せーの、まずは真ん中の左側から、センターから行きましょう。センターから行きましょう。のスペシャルサポーター NMB48 より松岡咲也さん、松本弥生さん、板垣こよりさん、そしてそしてダチョウ倶楽部の肥後克広さん、寺門ジモンさんです。大阪・関西万博も間もなくなんですが、はい、体験してみたいことありますか？はい、私は会場のシンボルでもある大屋根リングを一周してみたいなって思っています。あれはね、シンボル象徴大きいですからね、はい、これはぜひぜひね、見てみたいし歩いてみたいですよね。はい、はい、さあでは辰本さん、いかがでしょうかね、はい、見てみたいイベントとかありますか？はい、私はいろんな国のイベントが開催されるナショナルデーを見てみたいです。はい、そうですね、はい、それぞれの国のね、特別な日がありますから、はいはい、ね、こちらも楽しみです。楽しみです。はい、では板垣さん、はい、大阪・関西万博で行ってみたいパビリオンはありますか？はい、私は三重県出身なので、うん、三重の独自遺伝子エリアがある関西パビリオンに行ってみたいです。出身ですからね、はい、やっぱ気になりますよね。はい、三重県もね、参加されているということで、はい、はい、さあダチョウ倶楽部のでは、ジモンさんにお伺いいたしましょう。はい、はい、大阪関西万博でズバリ楽しみにしていることは何ですか？それは間違いです。美味しいものです。美味しいものだと、大阪は美味しいものがいっぱいあるじゃないですか。はいはいはい、世界からいろいろ集まるじゃないですか。来ますよ。そこでしか食べれないもの絶対ある。これは楽しみですね。もう全部食べたいです僕は。全部全部食べたいです。食べ尽くす勢いで、一応他の方々にも残しておいてください。わかりました。大丈夫です。やっぱグルメですね。はい、やっぱりこれ大阪でやるんだって、ね、絶対美味しいものをこだわってると思います。はい、大阪関西のグルメもありますし、やっぱ世界のグルメもあるということで、はい、美食の方も楽しんでいただきたい。今からワクワク。いいです。本当食べ尽くしそうですよね。いや本当です、楽しみです。はい、では肥後さん、はいはい、大阪関西万博、いや行くなら一緒に誰と行きたいですか？いや、やっぱりね、これはね、うん、家族で、はい、それで今ね、もう僕がね、お孫ちゃんもできたので。わあ、お孫ちゃん何歳ですか？5と4と、はい、5歳の子と4歳の子、はい、だからもう家族、孫 もうとにかくね、まあ僕おじいちゃんですけど、みんなで、もう家族みんなでこう行きたいね。行きたいですね、みんなで揃って。肥後家っていう旗持って歩きたいな。目立ちますね。いいね。あのお隣のジモンさんと行こうっていうのはないんですか？あ、ジモン、ああ、そうね。ないですね。なさそうですね。仲いいんですけど。はい、仲いいのはもうね、控え室でよくわかりました。はいはい、こちらのパネルにはですね、大阪・関西万博の内容がまとまっております。後ほど皆さんにもお聞きいたしますが、はい、まあ、こちら、もう楽しそうですよね。はい、名物のたこ焼き、ね、食べていますし、まあ、展示物、あれロボット、アトムの姿も見えます。いろんなコンテンツが盛りだくさんということでございますね。はい、はい、さあそして続いてのパネルいきましょう。こちら、こちらも楽しそうです。さあ板垣さん、これが世界最大級の木造巨大リングでございます。こちらいかがでしょう？はい、この巨大リングの外周が約 2km あるみたいで、2km、はい、そんなに大きな木造建築は見たことがないので、はい、その迫力を感じられるのがすごく楽しみですし、はい、屋上にはなんか登れるようになっているみたいなので、ね、そこから会場の景色を見渡したりするのも気持ちいいんじゃないかなと思います。そう、これ時間帯でまた景色がガラッと変わるし、はい、季節でも変わってくるので、はい、これは楽しみですよね。楽しみです。はい、何回も行こうよ。そうですよ、季節変わったらまたまるで変わりますから。そうです、何回も日時予約できますんでね、お願いいたします。
さあ続いてのパネルはこちら辰本さんをお伺いいたしましょう、はい。まあ、現在でもロボットの進化ものすごいですが、ですね、このアンドロイドロボット、はい、どんなイメージですか。ね、でもアンドロイドロボットというとちょっとこう人間に代わって、はい、掃除だったり洗濯だったり料理だったりとかやってくれたら素敵だなと思いますね。そうですよね、やってくれるんですかね。もうそういう時代が近づいてる感じがしますし、はい、もうもしかしたらお友達のようにお話とかね、まあ、コミュニケーションも取れるようなアンドロイドも登場するかもしれませんよ、はい。もう本当に精巧に作られております。進化がすごいです、はい。さあでは続いてのパネルいきましょう、ね。さあこちらはですね、あ、アトムとブラックジャックがいます。未来の医療がここにある夢の iPS 心臓と書かれておりますが、未来の医療だそうですね。松岡さん、はい。まあ、現在の医療では治療が難しいものもたくさんありますが、はい、そういったものが治療できる時代になるかもしれませんね。そうですよね、うん。今の、ね、医療も素晴らしいと思うんですけど、ロボットの導入だったり、うん、AI による治療法の開発だったり、うん、新しい医療に期待していきたいと思います、ね、はい。いや、ダチョウ倶楽部さんはもちろん、はいはい、アトムは、ね、世代的にご存知だと思います。そうそうそう、僕らね、ね、合ってますよ。 NM48 のメンバーアトムはどうですか。見たことはあるんですけど、そうですね、やっぱ偉大ですね、はい。この世代でも見たことあるっていうのは、やっぱりすごいよね。偉大ですよね。はい、ね、いや本当未来の医療楽しみでございます。はい、さあ続いてこちらのパネル。来た。好奇心ビッグバン。見れる触れるあの火星の石というタイトルがついております。さあ肥後さん、なんと火星の石が展示されるということなんですけど。見たいね。昔のね、万博で月の石、いわゆるムーンっていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうこの令和になって火星ですよ。火星です。触れるって、はい、そこの部分なのよ。よくある、あの映像でね、とかは見たことある、はい、あるじゃないですか、みんな多分あると思うんですけど、火星、それをね、触れるんですよ。触れるという、つまり石ですよ。火星の石っていうのはパワーストーンの100倍のパワーがあるんですよ。本当ですか、それ。今から肥後調べで。今無理やり言うんじゃないよ。パワーがありそうな気がする。はいはいはい、だからなんか願い事を叶えるためのパワーをもらえるのか。うん、あれ大きいのかな。大きいのかな。どのくらいですか。どれをね、見て楽しみですよね。これが実物大だと思う。たまらんね。月の石の時もやっぱり日本中を結構騒がせたっていう。そうなんですよ。月の石、騒がせたというか、すごい行列で並ぶんですけど、はいはい、いわゆる、まあ、ガラスケースというかね、触ることはできないんですよ。はい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 、見て、あ、これか、って、はい、月の石触ってすぐ剥がされて終わりですけど、これ触れるんだもん。ね、どうしよう、もうなんかいろんな感覚かけて、ドキドキする、うん、はい、だから腰こう痛い人はこうやってみてる。神社神社ありますかね、効能が。いや、火星の石ならあるって。肥後調べであるそうです。あるよ、火星だもん。楽しみです。怪しい。こういった世界で楽しめるようなショーも、意外ここでしか見れないものですから。そうですよ、そういう万博とかそういうところのこういうショーとか、はい、パレードとか、はい、すごい好きなのよ。いや、この時代に生きてることに感謝しましょう。感謝ですね。この時代に生きてなかったら見れないんで、ね、いや、お二人も参加してほしいですけどね、ショー。わー、いや、やりますよ。押すなよ、押すなよ。入りますよ、入りますよ。熱湯か冷たい水かですよね。はいはい、やりますよ。いいね、スペクタルですね、まさしくすること。じゃあお呼びがあれば参加いただけるということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さあ、そして、最後のパネルでございます。おお、もう万博といえば世界のパビリオンの集合でございますね。すごいな、これ。いや、大阪にいながら世界を堪能できるというところです。それぞれのパビリオンが本当個性的で、国やあるいは地域団体の本当にね、シンボルがたくさんかたどられたこのパビリオンを見るだけでも本当世界旅行の気分になれると思います。いやー、まあ、こういったことが先ほどビジョンに流れていたということでございます。はい、なるほど、いいですね。はい、おさらいをさせていただきました。ありがとうございます。いやー、楽しみですね。楽しみです。本当に皆さん、はい、大阪・関西万博、はい、これ、
いつ頃行きたいとかありますか？まあ、でもなんか開幕初日とかはすごい混んでそうじゃないですか。初日はね。でも今日から事前予約が始まって、そう、まあ、じゃあ早く予約しないと埋まっちゃうんじゃん。確かに。じゃあもうみんなで予約してやりましょうか。そうですか、うん、じゃあ私このイベント終わった後予約しますね。いや私が予約します。いや私が予約します。じゃあ俺がそれを、ね、予約した。いや俺が予約するよ。どうぞ。おい使い方違うって。どうぞ。お願いします。いやでもね、スケジュール的にどうしていいか分かんないから。いいんだよ。無理だ。いやとりあえずほらみんなで食って決まったんだから。だからいろいろあるんだよ。お前がやらなきゃいけないんだよ。YouTube とかグループとか言ってる。YouTube なんかやってるからいけないんだよ。なんだお前、なんだお前。もうちょっとお笑いやる。仲直りしました。めちゃくちゃ仲いいんだ。ありがとうございます。うわすごい。いいな、やらかいな。ちょうどクルーズ船がキスのとこだけ通ってみて、ぴったり今キスしました。何の手。いやでも本当に楽しみだな。楽しみでございます。予約できるんでしょ。予約できるんですよ、ね、大阪・関西万博日時予約できますんで、はい、ぜひ皆さんあの前売りチケット買っていただきたいと思います。お願いします。じゃあ最後ダチョウ倶楽部さん、はい、決めポーズで終わりましょう。いいですね、はい、さあせーの、いやー はい、ちょっとね、ちょっと寄ってね、ヤーのポーズのまま平行移動して、まずは真ん中の左側からセンターから行きましょう。皆さん来てくださいね。さあそしてこちら右側、いやー、これ背景が最高でしょ。はい、左側。いやー、おー、はい、他大丈夫でしょうか。取り損ねた方綺麗に取ってください。もう一回。いやー、ありがとうございます。ムービーもですか。ムービーもじゃあ動きあった方がいいですよね。切ってね。最高だよ。来てね。来てよ。はい、じゃあ下手側お願いします。はい、続きは一番ですね。来てね。来てよ。絶対だよ。忘れないでね。最高だよ。はい、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうこれで盛り上がること間違いなしですよね。じゃあ本当は今日ありがとうございます。大阪のこの関西の熱気感じました。感じました。道頓堀すごいですから。もういやなんか恥ずかしいぐらい後ろからの目線がすごい。そうですね、ありがとう。360度見られてますからね。見つけた、ダチョウの不安会。3人だけ。うちは持ってる。ダチョウファン3人。嬉しいですね。大好き。ありがとう。すごい。いやー、本当に面白いね。では最後に一言ずつ皆さんからご挨拶いただきたいと思います。まずは NMB48、いただきさんからお願いします。はい、この関西、大阪・関西万博は日本各地のみならず海外の方もすごくたくさん来てくださると思うので、私もスペシャルサポーターとして精一杯盛り上げていきたいと思いますし、またこの機会に大阪・難波、そして NMB48 も知っていただけたらなという思います。そうね、皆さん楽しんでもらいたいね。はい、はい、さあそして辰本さんお願いします。はい、前回開催された、大阪で開催された万博をきっかけに普及したものや、うん、はい、身近になったものがたくさんあると聞いています、はい、なので今回も
今後の私たちの生活の身近なものになってくるものが登場すると思うんですけど、はい、その中の一つが NMB48 だと言ってもらえるように私たちも頑張りたいと思います。頑張って盛り上げましょう。はい、お二人とも宣伝上手ね、 NMB48 の。よろしくお願いします。はい、さあ松岡さんお願いします。はい、大阪・関西万博はまだ先のことだと思ってたんですけど、今日のイベントであと半年後に迫ってきてるっていうのが実感しましたし、はい、スペシャルサポーターの NMB48 としてもパフォーマンスできたらいいなって思ってます。期待しております、盛り上げてください。はい、宣伝もうまいな3人ともちゃんと NMB48 入れますね。スペシャルサポーターですからね。はい、お願いします。はい、さあではダチョウ倶楽部肥後さんお願いいたします。いや本当にあの万博は楽しみにしてまして、まあ家族で行く、あ地元も行きましょうね。行きましょう、ね、みんなで行って、はい、でももう1回じゃなく何回も行きたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんもお越しくださいませ。はい、ありがとうございます。さあでは田中と自慢さんもお願いいたします。まず大阪に来て、はい、焼肉を食べまくります。出た肉。その後万博行って、はい、もう汗をかいて、はい、また腹減って焼肉行きます。でまた肉。でも本当に、はい、食べ物はそう元気にしますから。そうですよね。5回は行こうと思います。楽しみでございます、はい、グルメも楽しんでくださいませ。はい、はい、さあ脈々はどうでしたか。おめっちゃ喜んでる。おうわー濃い。ジモンさん、これなんて言ってるんですか。喜んでるんですよね。早くお前がいいこと喋るよっていいこと喋ってたよ。結構毒舌キャラだったんですね面白い。はい、ミャクミャクも大盛り上がりで楽しんでくれました。ありがとうございます。ゲストの皆様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、拍手でお送りください。